この動画ではハウステンボスからクルーズバス海風に乗車して佐世保市を観光する方法についてご案内します。クルーズバス海風とは豪華クルーザーをイメージしたオリジナルの観光バスです。佐世保ならではの大自然と歴史的な景観をお楽しみいただけます。クルーズバス海風の乗車には乗車券が必要です。ハウステンボスのウェルカムゲートそばにあるハウステンボス観光の窓口で乗車券を購入してください。乗車券を購入したら出発時間を確認しバス乗り場へ移動しましょう。乗車の際は運転手へ乗車券を提示しバスに乗り込んでください。バスは佐世保駅周辺から乗車することも可能です。その場合、佐世保駅内の佐世保観光情報センターで乗車券の購入と乗車場所のご確認をいただけます。佐世保港を出発するとガイドによる案内が始まります。それではクルーズバス海風で佐世保の観光へ。クルーズバス海風についての詳しい情報は動画の概要欄からご確認ください。